クイーンサイズのマットレスマットレスとは、ベッドの上や敷布団の下などに用いる寝具である。アラビア語で、横たわる場所を意味するマトリの語に由来する。マットレスは大きく分けて、ベッド用と布団用に分けられる。ベッド用は主にベッドのボトムの上に乗せて使用する。寝心地という面ではメインになるため様々なバリエーションがある。布団用は、 床の上に置きその上に布団が乗る。あくまで敷布団の補助といった意味合いで使われる。機械体操で使用されるマットは、マットレスではない。なお、日本では、ウレタンフォームマットレスおよびスプリングマットレスについて、家庭用品品質表示法の適用対象となっており、雑貨工業品品質表示規定に、定めがある。南アフリカ共和国で発見された、 世界最古のマットレスは7万7千年前に存在したとされ、足やイグサを何層にも重ねて作られていた。20世紀に入ると、藁や綿を袋に詰めたものから、羽毛、馬の毛など、様々な天然素材が使われるように変化していく。北米でマットレスが一般的に販売されるようになると、スプリングと綿の中綿、繊維などの詰め物で構成されるようになった。 エアーベッドとも呼ばれ、浮き袋のように空気を入れて使用する。2010年代には、電動ポンプを内蔵するベッドも流通し、空気圧の調整や収納などが容易となったが、ビニール素材のものがほとんどであるため機密を保持といった耐久性が問題になることがある。簡易マットレスとして使われることも多い。浴室内で使用するフロマットもある。マットレスの大きさは、 国や地域によって同じ名称でも大きく異なる。以下は日本で一般的に用いられるサイズである。日本産業企画としては JISS 1 1 0 0に2004があるが、この企画でサイズの名称が定められているわけではない。ありがとうございます。